こんにちは、キュンペイの岩崎です。今日はですね、ダメージ髪にぴったりなドライヤー2万円前後のやつで僕が紹介させていただきたいなと思います。まず一つ目です、ホリスティックキュアドライヤーですね。これは白でも黒でもどちらでもいいんですけど、だいたい2万3千円ぐらい、まあ2万以内ではないんですけど、まあ、これだったらちょっと美容室プロが使ってるやつとしても価格帯としては安く買えるんではないかなっていうところはあります。二つ目です、サロニアのドライヤーになります。市販の中ではもうコスパ抜群だなと思ってるんで、あのドライヤーで5千円でこんななんか質感マットな感じなんで、そういったところでも高級感出るかなと思ってるんで、サロニアさんおすすめとなってます。もちろん効果も結構期待できるやつになってますので、ぜひあの値段だけではなく見た目にも気を使いたいという人はサロニアおすすめかなと思います。3つ目です、ナノケアのドライヤーになります。パナソニックさんのメーカー品のドライヤーになります。モデルによってはですね、まあ、2万オーバーのものとか3万近くするものも普通にあります。でも家電量販店とかだと、あの型落ちのものも結構未だに置いてあったりするんで、去年のモデルがちょっと安く買えたりっていうこともありますから、まあ、一応まあ2万前後で買えるかなっていうところで紹介させていただきました。まあ、ナノケアに関しましては、もう早めから髪をきれいにするためのドライヤーとして売り出してるやつになります。かつやはりあのパナソニックっていうブランドネームは強いですよね。まあ、モデルによって値段が違うんで、そこだけちょっとご了承いただければと思います。4つ目です、ノビーですね。ノビーも種類いっぱいあるんですけど、結構まあ普通のノーマルのやつで十分かなと思います。価格帯もまあ1万円ぐらいあればお釣りが来るぐらいの金額設定になってますんで、使い勝手はいいのかなと思います。普通に使うんだったらノビーやっぱりおすすめかなと思います。プロが使ってるやつを使いたいな、あんま高すぎると困るなっていう人だったら、僕はノビーをおすすめします。ぜひあのチェックしてみてください。まあ、単純にただ乾かすだけっていうところで考えたら、正直どれでもいいってなってしまう。その中で、まあ髪の毛をダメージ負担をかけたくない、見た目置いておくのにこうちょっとおしゃれに見える方がいい、まあ、いろんな要因があるかと思います。まあ、自分のお財布事情と、まあ、どれぐらいかけていいかなっていうところで選んでいただくのも大事になります。はい、またインスタとか YouTube、TikTok コメントお待ちしております。それでは明日の女神にバイバイ。